い、こんにちは。日本改革と靴沢です。新寺様、安崎様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して、政治活動資金にさせていただきたいと思います。何度もご支援いただきまして、誠に恐縮でございます。ありがとうございます。日清どん兵衛アンミカ CM 終了。正月バージョンで年越しバージョンじゃなかったっけ？なのに終了ということでですね、あれおかしいな。大晦日まで流すんじゃないのかなという話なんですけれども、アニメのですね年越しアイドル編に差し替えられました。早かったですな。これタレント使った CM に差し替えじゃないのは、急遽撮ろうとするとそのタレントのねスケジュール調整とか、で時間かかっちゃうからアニメにしたのかな思ったりして、ただし日清のホームページにはまだ載ってるみたいであります。世論です。まあ買いませんけどね。年末の書き入れ時のこの際際で使い続ける度胸ないわな。意地張った発言したものの店頭での売り上げと株価が下がってこれはやばいって思ったんでしょう。他の企業の CM からも消えてなくなあれ、人気ないのによう使ったな、ここまで不評とは想像しなかったんだろうな。日清食品はもともと不買って人結構いたけど、過去になんかやってました？知ってる方いらしたらコメントで教えてください。 CM が変わるサイクルは知りませんけど、好評だったらね、宇宙人ジェームズみたいにシリーズ化もされてですね長期間やるんで、やっぱ不評が日清に伝わったんすかね。知らんけど、前の狐のさ、シリーズは結構何作も放送してたんじゃなかったっけな思ったりして、これで広告代理店もですね反日タレント推ししにくくなっといいですね、企業に対してね。日に日に強まるネットの力って感じかな。人をイラつかせる天才岸田総理、若い世代の自民党員から意見をまとめて報告せよと指示。今ほど国民の声を謙虚に聞かないければならない時はないと、言ったそうなんですけど、だったらなんでサムスンに200億円も支援するんだって話ですよね。じゃあ今までは謙虚に聞いてなかったのかって話。世論です。いや、お前がまず聞け。そうか、わかった、じゃあ退陣してくれ。外国に金ばらまくのやめろ、海外へのばらまきやめろ、散々やらかしておいてまだこんなのんきなこと言ってんの、国民の声聞いたことあんのこいつ。聞くだけだぞ、聞いて何かするとは言ってない、とりあえず全派閥解体しろ。国民の声とかものすごく上から目線に聞こえるわ。聞いた試しがねえのに何言ってんだこいつ。国民の声のは不支持率8割ですが、とある調査で不支持率 78% って出ちゃったみたいですね。若い党員の意見聞いてもですね、財界や財務省や自民党のおじいちゃん幹部の私利私欲にまみれた意見を優先するのが岸田の正体ですね。もうバレとるよ。ネットの意見としてはですね、じゃあ退陣しろ、減税しろ、海外ばらまきやめろって意見が大型であります。あとは韓国スワップなんでやったとか、ホワイト国になんで、復帰させたんだとか、どうせ若者の意見集めてもですね、実行しない、それが岸だと、見破ってますね。私は内閣府経済諮問会議、来年度は物価は 2.5% 上がり、所得は 3.8% 上がるはずって、まあ、試算発表なんですけど、岸田官民連携で国民の所得増加が物価上昇を上回る経済を実現したい、お気持ち発表したいとか、こうあるべきとか、まあまあ何にも言ってない、例のあれですね。世論です。実現したいのは分かったけど、具体的に何すんの。絵に描いた所得増加だろ。官民連携っていう時は何かを隠している。そうなの。所得増えても税金で持っていかれるから減税してくれよ。たとえわずかにプラスになってもお前が増税で持ってくだろうが。増税でそれら全てを捨てたら意味ないわ。減税すれば確実に実現するんだが、でも増税でマイナスなんだろう、いうことで官民連携って官が口出すと大概ダメなんで、民に任して官は直すんなって話なんですけどね。物価上昇を上回る所得増加って、つまり実質賃金上げるぞって、こと言ってんのかな。
現在19ヶ月連続減少してんのに、そんなに企業気前よく賃金上げてくれっかな。諮問会議の試算がだいぶ甘いと違いますかね、思いますけどね。とにかく岸田の具体策皆無のお気持ち表明は信じられない。今月の支持率も下がってるわな。で、やつはなんで下がってんだろうって理由がわからない。お前のあの何でも浮世離れした何考えてんだろこいつっていうですね。なんか浮世離れしてんだよね。何考えてんだろうっていう、そういうところありますね。東京地検特捜部、松野官房長官、高木国対委員長、萩生田政調会長、ほか複数の清和会議員に事情聴取を要請した。任意だって、任意の事情聴取、事情聴取を要請した。まあ、任意っつったって、これ断ると、引っ張ってかれて強制になっちゃうんですけどね。世論です。ついに萩生田まで来たか。聴取だけでも政治的ダメージ。西村さんが入ってないが、他の疑惑も出てきているから、別枠かもよ。これありましたね。架空パーティー。原価率 1% の架空パーティー3回やった。任意聴取って甘いぞ。問答無用で引っ張れ。だから任意聴取を断ると引っ張られるんですよ。だから強制とあんまし変わんないのね。忙しい年末でめっちゃ切れてそう。次の国会まで逮捕するんだよ。さて、どこまで迫れるかね。特捜頑張れ。逃亡の恐れがない、証拠隠滅の恐れがないって場合は拘束せずに出頭してもらうんですけど、留置しとくのも手間暇かかってめんどくせえしね。証拠隠滅の恐れがないって、証拠は全部押さえたっていうあれなのかな、自信の表れなのかな。時効5年収支報告修正可能5年の合わせ技で逮捕は無理かもしれんけど、まあ取り調べ受けたってだけでイメージ勝負ですから政治家は、大ダメージですよね。今後行く先でですね、特捜部の取り調べどうでしたって聞かれる地獄が待ってそうですね。先生方やばいっすね。孔子学園国内3校目の閉鎖へ、中国語を学びたい生徒激減で、だってこれはいいニュースですね。アメリカは政府の命令で閉鎖してんのに、スパイ機関だっつってね、日本は一向にやんねえからね。さぞかし中国人にパーケンいっぱい買ってもらってんでしょうね、自民党の、連中は。世論です。もっと閉鎖しろ。スパイ機関認定はよ。スパイ機関を放置するなって。全部閉めてよし。嬉しいニュースで飯がうまい。中国語学んで中国に行ったら逮捕されるしな。わざわざ逮捕されに中国に行きませんもん。米国政府は孔子学園をスパイ機関って認定して閉鎖させたんだよね。日本政府がそれやらないのは、自民党議員パーケンを学院関係者がしこたま買ってくれるからですかね。15校あったのが3校閉鎖で、今12校だって。残り12校、中国語検定、受験者なんですけど、2013年、10年前年間5万人以上だったが、今今年は2万人以下だって。半分以下になっちゃった。4割ぐらいでした。需要は今12校だけど5校ぐらいあればいいんじゃないの。中国語学びでっていう人半分以下になっちゃったんだから、15校が、5校ぐらいになってればいいんじゃないの。朝日記事ではですね、日中関係悪化の影響かなんて書いてありましたけれども、そもそも言語を学ぶ動機ってその国行きたいであるとか、その国でビジネスやりたいであるとかでしょ。中国共産党がなんとなくですね、外国人逮捕して回ってるのね、どっちもやりたくないっすよ。中国で商売もしたくないし、中国に行きたくもなくなりますよね。若者が賢明な判断してくれて嬉しいです。朝鮮学校も生徒不足で閉鎖にならんかな。永住者の少子化は日本人以上って聞いたけど、日本人以上の少子化って聞いたけどね、永住者。日本政府、来年12月2日に健康保険証を廃止しますって発表にですね、当初は任意だったはずなのに、進め方がとことん詐欺的。紙の保険証廃止は民意な既成事など、パヨ界隈が阿鼻叫喚。ストレス感じて、まあ免疫落ちてほしいな。
マイナカード作れない人はですね、資格確認書っていうのが発行されるそうなんですけど、パスも、いや、スイカじゃない人みたいにですね、あの人切符で乗ってる、みたいな。病院窓口で悪目立ちしてしまいそうですね。他の人と違うものを使ってると。試験ですけど、ネットの賢者はですね、マイナンバーカードに反対する連中の属性をまとめてくれて、くれました。金の出入りを調べると都合悪いです。これはマイナンバーと銀行口座紐付けになるそうで。風俗嬢や水商売の現金商売で税の申告してないやつ。現金手渡しで給料もらって、税金申告してない。勤務先に内緒で副業してるやつ。これも20万以上の収入があったら申告しないといけないんだよね。犯罪者、前科者、その他予備軍。国保税、子供の給食費などを踏み倒しているやつ。国内から海外のオンラインカジノをやってるやつ。ヤフオク、メルカリ、転売屋。他人の戸籍で生活してるやつ。マスコミによるプライバシー筒抜けがを勘違いして、自身の性的嗜好や異性遍歴がバレると思ってる変態。売るために抗精神薬をあちこちの医療機関にかかって大量取得してるやつ。不法滞在者。脱税してるやつ。などなど。主に脱税関係ですかね。あとは薬の転売と他人の保険証を使ってる不法滞在者や逃亡犯とかね。マイナカード保険証に向きになって反対してる共産党、だの、令和だのは、こういう属性の界隈から応援、支援されてるんでしょうね。なぜかクルドに優しい和田政宗議員も内心は反対かもね。他人の保険証で、使ってる不法滞在クルド人が困っちゃうーって思ってね。その他のニュース、対中国防衛のため戦闘機に随伴する無人機をですね、日米が共同開発することになりました。昨日の敵は今日の友と、中国共産党が動揺してですね、余計な変な失敗するようにもっと挑発してやる。吉野連合会長、立憲民主党に共産党と関係が深い市民連合の会合やイベントに出るな、要求。市民連合って例の蛇みたいな顔した法政大の山口二郎って、やつが幹部やってるとこ。連合の中で今でも立憲の支持応援してんのが公務員の団体である自治労と日経放送。完全民営化はまだ達成されていない、郵便労連。心の底から人間のクズの集まり。放送労連、NTT や KDD など、未だに反官反民みたいな通信労連、ここ以外は国民民主を応援と、自動車だの、電力だの、電気だの、そういう食品だの、そういうとこは、国民民主。まあ原発動かせっつって、電気代下げるって言ってるからね。経済冷えて、賃金が下がるような政策ばっかり掲げる立憲の応援する労働組合って、どこまでバカなんだろうって思いますけど、逆じゃねえ。お前らの存在理由は労働者の待遇改善じゃねえのかい。それのために組合費もらってんだねえのかいって話なんですよね。ドライバー不足が明らかな物流業界救済のため、来年から高速道路制限速度を80キロから90キロにすっかなーと政府が言い出すと。これトラックは80キロですね。いや今でもね100キロ前後で走ってっけどね。それに根本的な問題はドライバーの待遇が悪いってことで、それで人集まんないってことで、それは解決になってませんよね。80キロから90キロにするって言ってね。そうするとね80キロ制限で100キロで行ってっから、90キロ制限だったら110キロで行くようになりますね。来年からスーパーに生鮮食品が届きにくくなるんじゃないかなんて、言われてるんですけれども、そしたらですね、割増で払うから運賃、うちのスーパーには運んでってことになってですね、まあドライバーの待遇も改善するかもしれないですね。宮崎県の陸上自衛隊基地で同僚の態度に立腹した。同僚っていうのが50代男性って、30代女性隊員が、同僚のコンディショナーに除毛剤を混ぜる、強行に及び、5日間の懲戒停職処分に、同僚が異常に気づいて発覚、ネットではですね、ひどい、鬼畜の所業、なんて凶悪な事件なんだ、死刑しかありえない、
障害罪で逮捕しろなど怒り沸騰、異常に気づいてってやっぱ抜けたんですかね、気の毒な。もう生えてこなくなしたらどうすんだってね。これ札幌のですね生首事件のような猟奇的な事件と取られて恐れおののかれておりましたよ。恐怖されておりましたよ。あとですね障害罪、これ女の人の髪ジャギジャギ切った事件がですね傷害罪で有罪判決受けたことがありまして、人の髪を切るのは傷害ですからね。除毛剤も一緒だよね。凶悪事件だな、恐ろしいな、恐怖してしまいますね。ゾッとしちゃいますよ、私被害者なんだ。中国共産党、香港の永住権を5億で販売開始だそうで、外国からの香港への投資が激減したなんてもうどうにもならん。中国共産党、政府が発表した経済の数字疑ったりですね、経済を悲観したことネットに書いたやつ逮捕するって発表。経済状態が絶望的ですって自分でバラしていくスタイルですね。失業率の発表は未だに停止したままであります。リンゼー・グラハム上院議員、台湾侵略した場合に中国に課す地獄のような制裁の草案を作ります。今から地獄を準備しますって言ったみたいですけどね。中国共産党幹部のね、米国内資産差し押さえなんかも、やるのかな。ヒラリー・クリントンがですね、それやれば米国は指一本動かすことなく中国を滅ぼせるって豪語してましたけどもね。慌てて変なことをやるようにもっと挑発したれ。中国共産党幹部の米国内資産も含まれるとか言っちゃえ。慌てて動かそうとするのかな、それともどうにもなんねえのかな。動かそうとしたら動かさないように、そこですもう差し押さえしちゃうのかな、なんて思ったりなんかしてね。というわけでメール党員さん大募集中であります。動画説明欄もっとメールをクリックして、そちらからご登録して日本改革党をご支援ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。